今日から開幕の5日間ミドルシリーズです。創刊75周年記念スポーツ日本杯争奪伊丹瀬港70周年記念競争、初日のメインカードを迎えます。12レース記者選抜戦です。1号艇寺田翔、2号艇重成和樹と、3号艇吉田角郎、4号艇山田浩二、5号艇島村隆義、6号艇藤原慶志郎、以上6名が対戦となります。コースは枠なり1-2-3-4-5-6、1号艇の寺田翔がインコースを進入ということになってきます。初戦2着連帯としてのこの高枠の1走1号艇の寺田、2号艇の重成はこの外へ続いての2コースです。初戦5レースは外から鮮やかな突き抜けを披露となった2号艇の重成、3号艇の吉田角郎はその外に続いてセンター3コースから2走目本領発揮を狙いたい、そんな1走になります。4号艇山田、さらに5号艇島村、どちらも全冠カードは逃げを決めていますがダッシュをつける形、6号艇の藤原慶志郎が6コースの進入です。初戦2着連帯と着をまとめましたが、ここは本体整備を施しての登場となった6号艇の藤原です。3対3と分かれて角は4号艇の山田、インに1号艇人気の中心の寺田翔、並び打ちから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはセンター勢3号艇4号艇1番この攻防です。それでも1号艇の寺田が内先手を取りまして、2号艇刺した3号艇がまくり出すか吉田、内をズバッと切り込んでは5号艇の島村です。バックへ入って先頭1号艇は押し切った寺田、2番手内からは5号艇が続いて島村、3番手争い6号艇4号艇さらには2号艇3号艇スタートは正常でした。2マークを先に行くのは1号艇寺田、5号艇の島村2番手を追走、3番手内を通っては4号艇の山田、後方おっとアクシデントでしょうか、3号艇立て直しましたが大きく遅れる格好となっています。先頭1号艇の寺田です。5号艇の島村が2番手を追走、上位台形は1番5番となっています。先頭は1号艇寺田、2番手は5号艇の島村、3番手は4号艇の山田、上位台形1号4、4番手以降2号艇6号艇3号艇が続きます。センターアウトの4艇が0台へと仕掛けていきましたが、陰線からきっちり先に回したのが1号艇の寺田翔です。5号艇の島村は外から展開をついてまいりまして、4号艇山田が3番手、上位待機で1号4最終周回に入ります。陰からきっちり押し切りました1号艇の寺田翔が最後のバックに船を運んでいます。5号艇の島村が2番手を追走、4号艇山田3番手、上位待機1号4 4番手2号艇重成、5番手から6号艇の藤原で、後方から3号艇の吉田となっています。ラストマークから方面へ帰りまして、上位3艇は1番、5番、4番、後方3艇、2号艇、6号艇、3号艇、先頭1番の寺田5塁、2着5番、島村5塁、3着4番、山田5塁、2番、重成5塁、6番、藤原5塁。ラスト3番の吉田が5塁。以上、尼崎第12レースでした。